まるなく AI とグラフ2。で、今回はそのパート1の中のグラフを書くコンピュータライブラリ、じゃあその話をしようと思います。今日はその1回目でパイプロットとネットワーク X の紹介をしようというふうに思います。最初にこの絵なんですが、これは実はネットワーク X のサンプルで見つけたもので、描画にはマットプロップリングのパイプロットを使っています。で、これ面白いんですね。ノードからグラフ、あるいはグラフからノードへっていうの、これいずれも5文字の英単語なんですけれども、1文字違いのものをつなげてグラフを作るっていうのをやってるんですね。で、先の図のピンクのノードの右上のノードから左下のグラフまでの変化を見てもらうと、こういう形でみんな1文字ずつ違ってる。で、これもグラフで表すと面白いなっていう話。まあ、先ほど、図で強調してたのは、このノードからグラフまでなんですが、そういうのを全部の、5文字の英単語すべてについて、グラフが書けるということですね。で、今回のパート1っていうのは、基本的にはグラフをコンピューターで書くっていうのを、まあ、少し考えてみようということなんですが、で、このセクションはグラフを書くコンピューターのライブラリを紹介しようというふうに思います。で、まあ、それは現在のコンピューターのソフトウェアがグラフをどのように扱っているのかを知るためですね。で、1回のセッションで収まらなかったんで、次の3つのセッションに分割しました。今回の1回目はパイプロットネットワーク X。それから次回はドット言語とグラフビーズ。で、3番目がアルジェブラックジュリアとキャットリン JL っていうか、こういう3つのセッションで、グラフを書くコンピュータライブラリ、今どんなのが、まあこれはたくさんあるんで、まあその中から代表的と思われるものを僕が選んだだけなんですけれども、で、それを紹介。これらの3つのセッションは、グラフ描画のライブラリがプリミティブなものからより洗練されたものにどのように変化してきたのか、わかりやすいように配列したつもりです。で、重要なことは、こうした変化というものは、技術的な洗練にとどまらずに、グラフとは何かという基本的な認識の理論的な進化として捉えることができるということです。で、特に最後3番目に取り上げたアルジェブラック・ジュリアのキャットリーブの技術的理論的到達点は注目すべきものですね。まあ、これは前にも繰り返し話してきましたけれども、カテゴリー論的にグラフを小さなカテゴリー C から集合のカテゴリーセットへの、ファクターとして捉える、ファクターカテゴリーとして捉えるという、まあ、コンプレシーフとしてグラフを捉えるという捉え方ですね。で、非常に遠回りにアプローチになるんですが、で、こうした変化っていうのは、実は生成 AI の意味をどう捉えるかということで、タイダネ・ブラッドリーたちがしてきたコンプレシーフとして言葉の意味を捉えるっていう方向と一致しているんです。まあ、だから非常に遠回りなんですけれども、で、コンピューターサイエンスのこのグラフ描画の世界で起きている変化と、AI 技術の中で起きている変化というのがシンクロしているというふうに考えるのはとても楽しいことだというふうに思っています。まあ、それがどういう意味を持つのか、それは今の時点では僕もよくわからないんですけれども、まあでも世の中にはシンクロニシティっていうんですけれども、まあ、どういう関連があるかはよくわからないんだけど、原因があるのはよくわからないんだけれども、同じ時期に同じような変化が別な世界で起きていくってことはよくあるんですよね。で、そうしたものとして考えていくことができれば面白いだろうというふうに思っています。
パイプロットのネットワーク X なんですが、このパイプロットというのはマットプロップリングってやつですね。Python のグラフ描画のライブラリとしては Python の初心者によく知られているものの一つ。僕も初心者なんですけれども、このパイプロットは知ってました。で、一方のネットワーク X は Python の世界では最も成功しているグラフ描画のライブラリの一つかもしれません。僕は実は知らなかったんですけれども、いろいろチャット GPT-4o と対話してる時に、お前グラフ書けないじゃんって言ったら、いや、それはこの、ネットワーク X を使ったらいいんじゃないのって推薦されて、で、この名前を知りました。でも調べてみたらとても巨大な、で、いろんな人が使ってるライブラリなんですね。で、ネットワーク X とパイプロットの実は関係があって、で、ネットワーク X は描画エンジンの一つにパイプロットを使っています。実はネットワーク X は次のセッションでもグラフビーズも使うんですけれども、で、どうしてそういう下のエンジンを取っ換えるってことが可能なのかっていうのは、それは問題なんですけれども、それについては次回のセッションで、ドット言語ってやつがあって、で、その話の中で説明していきたいというふうに思ってます。で、このパイプロットネットワーク X は、まあ僕の見方で言うと、グラフについてはプリミティブな段階のライブラリーだなというふうに思って、まあ、そのプリミティブっていうのは別に非常に高度な使い方をしている人も当然いるわけですけれども、その表現力だとかのグラフの捉え方自体で見ると、それがさらに発展してライブラリが出てきてるわけで、そういう発展の後をこのセクションでは追っていきたいというふうに思ってます。で、最初にこの、僕も別にグラフィック得意なわけじゃないんですけれども、僕、ジュピターは昔から好きだったんですよ。量子コンピューターの時にも、コックの演習の時にもジュピター使ってたんですけれども、で、今回も非常にジュピターは助けられまして、で、こういう形で、絵を描かせ、リアルタイムですぐ絵を描いて、コードを修正すればすぐ反応してくれて、とても便利でした。これがなくて、エディターなり IDE で作ってコンパイ、それを画像に落とすってやつやってたら、とても短時間にはまとめられなかったというふうに思います。で、まあ、これはあれですね。今はいろんなところでも、VS コードでも普通に使ってるし、とても便利なツールなので、ぜひ皆さんも、まあ、今だから、今回のは Python のカーネルでいいんですけども、Julia のカーネルもちゃんとありますんで、いろんな、グラフの実験には、とてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、最初にマスポットリームのパイプロットなんですが、こんな感じなんですよ。この、まあ、インポート、マットプロップリブパイプ。これは PLT で、後で使ってるんですが、PLT プロット1234のリストを渡すと、こういうグラフができちゃうんですね。だから、パイプロットってのは基本的にグラフといっても、ダイアグラムにつながるようなグラフとか、まあ、そういうことよりは、むしろ、まあ、これもグラフと言うんですけども、円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフみたいなやつのグラフ、表をグラフにするっていうのは、時のグラフの世界にむしろ特化したって、そういうものから始まってるんですね。まあ、でも名前見りゃわかりますね。プロットっていうのは、要するに、線っていうのは点を打てばできるということで、で、まあ、そういう意味ではプリンピューなのは、わかると思いますが、最終的にだからそれが、
今回のダイアグラム、いろんなダイアグラム、カテゴリー論的なダイアグラムを書くというところのグラフとはちょっとまたグラフの種類が違うのかなというふうに思ってもらっていいと思います。このプログラムですが、大事なのはこのプロットっていうのは1、2、3、4ってリストを取るんですけども、これちょっとわかりにくいんです。これはあれですね。プロットの引数は y 軸方向、縦の方向、要するに値ですね。値をと、この、0、1、1、1、2、3、3、4というやつ。y 軸方向、y 成分の値を、一つのリストを与えたときにはそれを打ってると思います。あと、まあ、ラベルは、その、あれですね、本当にグラフ、別な意味でのグラフで、軸があって、そういうのをかけるということですね。ところがですね、このプロットのところにリストを2つ並べると何が起きるかっていうと、あれですね、この折れ曲がったところを見ておくと、112439416、だから1番目のリスト、2番目のリストの対応するところを前者を X 座標、後者は Y 座標としてプロットして、それを線で結ぶってやつですね。で、これは線、折れ線にしてますけれども、こういうふうにすると、これは12341499、同じように見えますが、後ろにローってやつが出てます。これはレッド O だと思うんですよ。で、これはですね、それこそ点をプロットします。ただし RO っていうのは赤い丸という、この赤い丸っていうのはちょっとO は丸ですよね。で、 R はレッドの R だと思いますけども、こういう形で赤、それぞれの座標、これも先ほど言いましたように、 X、 最初に与えたリストと2番目に与えたリストの対応するところを X 座標、Y 座標としてピックアップしてプロットするっていう形ですね。まあ、これもグラフといえばグラフですね。で、今度はちょっと違ったやつで、これちょっと面倒な形をしてますが、何ピーを使って、インターバルというのがアレンジですね。これはアレンジって読んじゃいけない、多分アレンジだと思いますけれども、これはだからこう引数が3つあって、0、5、0.2ですか。これは0から始まって5までの0.2ごとのステップの、レンジ、範囲を、作っちゃう。それのリストが変えるっていうことですね。で、次のやつは、このプロットの引数がちょっと変わってるんですけども、ここの読み方はですね、3つごとペアにするんです。だから、このプロットのところ TT で R マイナスマイナスってありますけれども、この3つがペアなんですね。で、最初の1番目が X 座標、2番目が Y 座標で、次の3番目のその文字列になってるのは、これは先ほどの RO と一緒で、そのど、あのプロットする点の形ですね。で、次の3つ、TT の2乗、それから BS、これもだから3つが組で、T が X 座標、T の2乗が Y 座標、で、BS は、これはその、記号を示しています。で、3番目はその、3番目の3つ組は T と T の3乗と G のハットですか。で、この3番目の記号が、これもなんか、先ほどの RO も、レッド O だというふうに言いました。これはこういう感じなんですよね。で、R'' っていうのは、これは赤いダッシュで、下の図見ればわかりますけど、一番下に赤い線がこの R'' ですね。それから BS っていうのはブルースクエア。B はブルーで、S はスクエア。で、グリーン、G はグリーンで、だからこの RBG はRGB を表してるんですね。で、その後ろのやつがその形で、この三角はトライアングルになる、そういうふうな。
まあ非常に簡単な約束事ですが、これだけ、約束これだけあればまあ十分ですね。で、こういう形で、だから赤いやつは TT だから、要するに T の値をそのまま打っていく。で、コシーの数式はまっすぐ大量になるはずですけどね。で、ブルーのシスクエアは T と T 二乗で、ドット、のところをプロットしていく。で、グリーンの三角は T と T 三乗のところをプロットしていくっていうのは、そういう形になっていますね。で、もうちょっと難しいのを見てみましょう。これはあれですね。まあ最近データの定義をしてます。で、A っていうのが、アレンジですね。アレンジじゃねえや。レンジですね。だから50までの、数。多分これは0からかな、1からかな。ステップ1でそのまま順番に増えていくやつを作るんですね。C は、これちょっと変わってますけど、ランダムって、乱数になってるんですけれども、ランドイント。要するに、整数の乱数を作る。これは0から50までの、あれですね。整数を作る。それから D は、これも乱数ですけれども、ランド N っていうのは、ランドイントが整数だとすると、ランド N っていうのはあれですね。正規分布してるやつ、正規分布のやつを作るんですね。で、そのデータ B、これ今 ACD になって B が抜けてたんだけど、B っていうのはデータ A から作られて、データ A に NP ランド、ランド N を10だから、これもあれですね。50は50個だと思うから、正規分布する数をランダム、正規分布ってのは平均が0で偏差が1になるような、そういうやつを、これ不動小数点になると思いますが、それを10倍したものを A に出したものですね。それから D っていうのは、データの D っていうのは、これはデータ D の、これは絶対値の100倍を取る。で、何かよく分かんないかもしれないですが、そのスキャッターってところには分かるんで、スキャッターというのは ABCD、ABCS ってやつをとデータを取るんです、取っていますけれども、 AB はあれですね、これは1パラメーターで、 A が多分 X 座標、 B が Y 座標ですね。だから A は0から50まで順番に1ステップずつ増えていくんですが、B はその A から A の値を、揺らしたものですね。正規分布するやつ、正規分布を10倍したもので、で、上下にずらす。で、C はカラーですね。だから、整数の、それはだからカラー、色の暗号だと思えばよくて、で、それは0から50までの、整数を使って表すということですね。で、S は、これは S はどこ行った？ S は D ですね。D っていうのは、これも正規分布する。これはサイズですね。で、それを100倍したもの。で、その、ドットする図形の形の大きさですね。それを基本的には円なんだけど、その円の大きさを SDS の S、キーワードのパラメータの S ってのは、これはサイズなんで、まあこっちで見た方がいいかな。こういう形で表しています。これ、A と B が等しかったら、多分 A イコール B で、おそらく一直線上並ぶはずなんですが、そうなっていないのは、A に対して B が、
その標準偏差、正規分布の分だけプラスマイナスで揺れてるからですね。あと色が変わってるのはこのシーンのところが、これもだからランダムな、0から50までランダムな数を取るから、それで色が変わっている。で、あとそのサイズ、さ、あの、し、D も、これも正規分布するやつ。D はサイズですか？サイズですね。これも、だから、その正規分布したやつの数、を、100倍したもの。それで、このプロットする点の大きさを決めてる。で、そういうふうにやると、まあ、ランダムなやつを使う、乱数を使ってるんですが、こういうグラフが書ける。これグラフといっても、だから先ほども言いましたように、表をグラフにするとか、そういう分布図のグラフで、今回僕らが考えてるエッジとバーティックスってか、辺と頂点かなるグラフとはちょっと違って、まあこれもでもグラフって言いますからしょうがないですね。で、まあ P プロットっていうのは、パイプロットっていうのは、こういうグラフをもっぱら得意として、まあそういうこういうグラフを書くのには用いられるということですね。いや、今度はネットワーク X なんです。これ、まあいくつか基本的なページの URL を載せときました。一番上のが基本で、そこからいろんなチュートリアルだとか、あとはその、なんだろう、ギャラリーに移っていくんですけれども、そこがネットワークがどういうグラフを書くかっていうと、ちょっとこれをこんな感じですね。やっぱ先ほどの円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、散布図とは随分違ったものをですね、こういうのを書くんです。随分高度なのができるんですね、こういうことも全部。で、これについては、先ほどのギャラリーっていうページを見れば、ソース含めて全部載っています。だからちょっと同じグラフといっても、これも実はパイプロットで線点を書いてるんですけども、ターゲットしてグラフの種類はちょっと違う。こっちが今回僕らがやりたかったことなんですけども、そういう2つグラフがあるんですね。まあそれは日本語でも普通にそういうことになるかもしれません。で、そのネットワーク上のもの、まあ線が点を線で結んでネットワークを作るっていうので、多分そのライブラリ名前がネットワーク X なのは、こういうグラフを念頭に置いてるからでしょうね。これでもいろんなところで使われてるんですね。で、グラフ、こういう意味のこのグラフを作り方は実はいくつかあるんですけれども、グラフをどう作るかっていうと、このネットワーク X をインポートして、それを NX として、この G イコール NX グラフ、これでグラフを作るんですね。で、それにノードを追加していくっていう考え方をします。最初のやつは、G add node で1というノードを追加する。それから add node from っていうのは、次の2、3のリストからノードを作る。だから具体的に言うと、ノード2とノード3を作るってことですね。それから add node from で、これもリストがあるんですが、これに注意してほしいのは、その先頭の4っていうのは、これがノードの名前ですね。後ろにカラー、このレッドっていうのは、これはハッシュになってるんですけども、これはあれですね、アトリビュートって呼ばれてるもので、4というノードにはこういうアトリビュートが、カラーっていうのをキーにして、レッドという値を持つ、そういうものがアトリビュートとしてついてる。で、次のリストの要素である5で始まるリスト、リストはあれですね、5というノードはカラーというキーの値としてグリーンを持ってるというやつですね。で、まあ、この G ノード、これがどういうノードかっていうのをリストを取ってみれば、この12345、今作ったように、アッドノードで1ができて、
それからアトノードフロームでニートさんができて、アトノードフロームでこれはアトリビュート付きのやつで4と5ができて、リストってのはこのノードを表示するやつですね。で、まあここがグラフの作成してる。これはノード1を追加して、これはリスト2、3からノードを追加する。だからノード2とノード3を追加する。これはあれですね、カラーっていうアトリビュートを持つノード4号を追加する。で、まあそのアトリビュートの値は4はレッドだし、で5はグリーンになってるということですね。で、これグラフで書くと実はちょっとつまんないんで、単に5つノードが出てる。まだエッジがないんで、つながってないですね。これは単にノードだけ、ディスクリートなノードを書いてるってことになりますね。で、今、ノードを追加するってやつを見たんですけれども、もう一つやり方があって、それはグラフをエッジから作ろうということもできます。ただ、基本的にはノード中心なんですけれども、ノードがこれは非常に強力で、何でもノードになれるんです。ハッシャブルっていうか、先ほどアトリビュート持ってる、あれもハッシュですけど、そのノード自体が実はハッシュなんですよ。で、このエッジから作るのは、こういうやり方をします。まず g イコール nx.graph ってやつでグラフを作って、そんで g にエッジを追加します。このアッドエッジの引数の1コンマ2っていうのが1から2への、これは向きはどう、グラフは向こうグラフですね。向きがないグラフで、だから1と2を結べっていう意味ですね。それから1と3を結んでグラフを作る。で、これこうやると見えにくいですけども、真ん中に1があって、1と2が結ばれていて、1と3も結ばれてるという、こういうグラフが作れます。で、こういうノードとエッジ混ぜて作ることもできて、例えば、これはまず、g イコール3行目、g イコール nx グラフでグラフを作るんですが、g add edge from 1, 2, 1, 3。これあれなんですよね。エッジを次のリストから作れっていう命令なんですけれども、このリストの最初の要素は1と2のペア。で、これはあれですね。1から2、1と2のエッジ。それから1と3は1と3の間にエッジがあるということ、そういうエッジを追加しろということですね。だから次の命令はノード1を追加しろ。それからそのノード1と2にエッジを追加しろという命令があります。で、次はちょっと面白いというか、アットノードスパム、これは文字列のスパムという、だから今まで1とか2とかという値で数字でやってきたんですが、文字列でもいいんですよね。スパムというノードを作るということもできます。それから次はもっと面白くて、アッドノードフロムスパムで、アッドノードフロムは前はその引数にリストを取ってたんですけれども、これ文字列も実はリストだとみなされて、で、このアドノフロムスパムの文字列、これはスパムが SPAM という4つの名前を持つ、作っちゃうということになるらしいんですよ。で、今それで SPAM っていうノードがこのアドノードフロムスパムでできて、で、最後にその今できた M を3と結んでる。ということで、ちょっと絵で見ますとちょっと分かりにくいから、こういうグラフができるんですよ。まずここはだからあれですね、1213、これ黒くて見えにくいから4つあるけど、下から2つ目が1ですね。1と2を結んで、2は下、一番下です。1と3を結んだグラフをつにエッジを作って、で、次はこれあれですね、G add node spam っていう名前のノードを作ってます。面白いのはこういう、アッドノードフロムスパムってやつで、これはフロムの引数が文字列ですけども、リストとして扱われて、S と P と A と M からなるリストとして与えられて、で、S は右端ですね。P、
きがどこ、左端で A は上、それから M というノードが作られます。で最後の命令、これで GADH で3と3と M とを結んで、こういうグラフが出来上がる。まあ先ほどのプロットで作る要するに表グラフとは随分違った世界ですけれども、でネットワーク X が面白いのは、これはまたどんどん発展するんですけれども、グラフの要素を調べて操作することができます。例えば G ノードってやると、そのグラフ G のノードが全部あって、それをリストで返すってやつをします。で今見たやつだと123とスパムっていうノードがあって、それとは別に SPAM っていうノードがありましたから、これは別に絵を見なくてもこれはわかる。それからエッジについては、123がアントフロムエッジで作られてたんで、あと最後に3と M っていう名前のノードをエッジで結んでましたんで、そうなりますね。で、ADD はアジェセントですね、隣接するもの、1と連接するもののグラフをリストを作れ、1は2と結びついていたし、3と結びついていたんで、1と連接するのは2と3ですね。だからそれはリストで返すということです。デグリーっていうのは、デグリー1っていうのは、ノード1が、要するに、何個の枝を持ってるかってことをですね、これは1はだから2と3とつながってたはずなんで、2つ枝があるんで、このデグリーは2になりますね。でこれは単に要素を調べたものなんですけども、グラフ、その要素、ノード自体を変えることもできるんですね。グラフの要素を消すっていうことで、まあ今先ほどのグラフが前提なんですけれども、ノードやエッジを調べました。でそれは先に見た通りですね。で、先ほどアッドノードってやったんですが、それの反対でリムーブノードっていうのがあって、で、この G からノード2を除去する、それから G からフロム、これはスパマーだから、あれですね、リストとみなされた SPAM の項が全部消える。でそうすれば残るのはあれですね、2も消したから13スパムだけが項として残りますね。でそのエッジはだから1と3になります。でこれからさらに1と3のエッジをリムーブすれば、最後は何も残らなくなるというふうに、グラフの要素を追加したりするだけじゃなくて、それを消したりできる、リムーブできるんですね。これもまあネットワーク X の面白いところです。で今までのグラフは実は向きがなかったんですが、今度はその向きがあるグラフ、ダイレクテッドだと思いますが、ダイグラフっていうふうにコントラクター作ってますけど、3行目の DG イコール NX.DI グラフ、これは向き付き、向きを向きがあるグラフを作れっていうことですね。でこれはやっぱりアッドエッジ、変を足すの2から1への変を作る。ただしこれはあれなんですね、向きがあるんですね。2からアッドエッジ21とアッドエッジ12は普通のグラフだったら向きのないグラフだったら同じ辺なんですが、これは向きが大グラフなので21っていうのと一番最後出てくる1212は違うやつなんだよね。まあそういう形で、でもこの向きがあるグラフの2から1、それから1から3、それから2から4、1から2というふうにこういうラベルをつけることができます。でこうやってみるとこういうグラフができます。これちゃんと表現されてるかな、1と22から11から3ありますね、2から41から2がないですね、1から2、あよく見たらこれは矢印が2つ双方向になってるから重なっちゃってるんだね、これね。だからちゃんと表現されてることがわかります。
で、この同じグラフに対して、例えば、アッドエッジを2から5のエッジを足して、それから2から6へのエッジも足して、それから2から7へのエッジも足すと、で、こういうふうに、2から、あれですね、5、6、7っていう枝が増えるっていうふうに、作ることができます。というふうに、結構プリミティブに、ノードを足す、ノードを消す、エッジを足す、エッジを消すみたいな操作をして、グラフを作っていくっていうことが、やり方がこれで分かる。ただ、見栄えはあんまし良くないんですね。で、そのレイアウトとか、その細かい指定ができるんですけれども、今回はそれは省略してあります。もっと本格的にやるのは、ネットワーク X よりもおそらく、次回お話しする、グラフビズの方がスマートなんだよね。で、まあ、ただ、原理的には、そのエッジとノードを追加、あるいは削除すると、ここでグラフを作っていくというのは、同じですね。まあ、今までだから、NX イコールグラフってやつと、NX イコール大グラフという形で、だいたいグラフの、向きのないグラフ、それから向きの有効グラフ、2つを作る。で、実はあらかじめ用意されているのはたくさんあるんです。今回2つほど紹介しますけれども、1つはピーターソングラフという有名なグラフがあるんですが、で、まあ、これと違った形は、おそらく六角形の中に星型が入ってるみたいなやつで、皆さん多分知ってると思いますけど、その辺も細かく指定できないんだよね。ただ、あらかじめそういうグラフが用意されていて、例えばピーターソングラフだったら、nx.petersengraph っていうやつで、グラフかけちゃうんですよね。もう一つ、これ、例に挙げたのは、完全グラフってやつですね。すべての頂点の間がグラフで結ばれてるやつを、エッジで結ばれてるやつを、完全グラフって言いますけれども、その完全グラフを、だから、あらかじめ、コンプリートグラフってやつを呼び出せば、すぐかけちゃう。グラフを書いちゃうっていうことですね。これは、5個の頂点を持つ図形の完全グラフと、6個の場合と7個の場合、3つの完全グラフを書いています。で、こういう5個の位置、6個ぐらいから結構見えにくくなりますね。7個のやつは、これが本当に完全グラフなのかっていう。だから、そのレイアウトをきれいに思うように見ます。しかも1回ごとに形が変わったりするんだよね。だから、それはちょっと別なアプローチでヒント書くことが必要なんですけれども。で、まあ、こういう、あと、これあれですね、1つのグラフの中に2つ、この場合は3つ書いてるんですよね。これも先ほどの、サブプロットというやつで、131とか132、133ってやつを使うんですが、最初あれ意味わかんなかった、131とかって読んだんですが、違うんですね。131ってのは、1行3列の3列で図形を書く。で、その場所を表してるんで、その1行3列の1番目が131ですね。132ってのは1行3列で書いて、その2番目というふうに解釈。これもだから、あれですね。プロット、L プロット、パイプロットの、むしろそこの文法の範疇ですね。で、そういうふうに、まあ、結構、下のところを見ていくと、そういうレイアウトとか、それを気にしないと、結構見栄えの悪いぐらいしかできないっていう、そういう気がします。で、最後に、それだけじゃなくて、そのグラフやノードやエッジにアトリビュート属性は、まあ、これはもともとハッシュだって言ったんで、そういうふうに思うといいんですけれども、だから、ネットワーク X の場合には、ハッシュってかアトリビュートつけやすいんですけれども、まずグラフでつけるのは、例えば、G イコール NF グラフ、ここまでは今までやってたやつなんです。その後ろの引数、今までからだったんですが、デイイコールフライデーってやると、このデイがキーで、
そのフライデーガスの例の値であるようなアトリビュートを属性をグラフが持たせることができます。で、下の段で書いたのは G グラフ、カッコデイズっていうのは、で、その G、グラフ G が持ってるデイというキーの値をマンデーに変えるということもできますね。だから代入すると、で、これをもう一回読むと、G グラフの値はデイがキーで、マンデーが値だということが、あの、値が変わってますね。代入した値が変わるということです。同じようなことがノードについても言えて、ノードはだから、G add node 1。で、先ほど言いましたように、この2つ引数がある場合には、後ろの方がアトリビュートになるんですね。だからノード1は、タイムというキーを持って、で、その値は、5時、5pm という、値を持つアトリビュートを持つ。で、同様に G add node from、 これはあれですね、あの from ですから、リストから順番に取り出してあのノードを作る。これは3のリスト1個しかない、3のを作るだけですね。3のノードはだからアトリビュートは time イコール 2pm っていうあのアトリビュートを持っているということですね。で、G ノードの1っていうのは、その1は、これは先ほどのタイム、でこのハッシュが返りますね。タイム、コロン、スパンというのが返ってきます。で、今度はそれに代入すると、G ノード1っていうのは、なんだ、タイム、スパン、5pm だったが、これが714、714っていうルームナンバーですね。で、それをやると、下にありますように、1のところは、だから、先の方で、タイムスパン、タイム 5pm っていう、キーバリューと、で、今の代入で、ルームイコール、714っていうバリューを持つハッシュが与えられたんで、それを持つように、この1の後ろに、この中括弧で並んでいるのはこのハッシュですけれども、この1が1というノードが持つアトリビュートだということですね。で、それについては先ほど、add node from で、リスト1個しかないから3で作って、3はだから、タイムがキーで、2pm がバリューであるようなハッシュを持つという、アトリビュートを持つというふうに、ノードに属性を持たせることができます。で、大事な属性があって、それは大抵のグラフがその意味を持つのは、エッジが重みを持つっていうことを、そういうケース、ユースケースがありますね。例えば、鉄道のグラフだったら、鉄道の間の、距離は、要するにエッジの重みとして表現できます。あるいはその駅と駅の運賃もウェイトとして重みとして表現されるわけですけれども、だからエッジのアトリビュートでは多分そのウェイトっていうのが結構デフォルトで必要なんですが、でこれも例えば G add edge 1,2、これはあれですね、1と2のエッジはウェイト 4.7 を持つということですね。それから、アッドエッジフロムも同じように、後ろに、属性が付けられて、3と4のエッジと4と5のエッジは、これでも同じなんですね。同じくカラーレッドを持つということです。それから、次のやつはちょっと入り組んでるんだけれども、1と2の、これも大きく言うと、リストが2つあって、1,2 というエッジと 2,3 というエッジがそれぞれ属性付きで置かれているわけで、1と2のエッジはカラーブルーというアトリビュートを持ち、2から3へのエッジはウェイトイコール8というアトリビュートを持つというふうに考えることができます。それをだから逆に設定するには、 G の 1,2 のウェイトの部分、それは1ウェイトの部分はこれを 4.7 に設定する。で、次のやつは
昨日3と4、3と4なんてあったっけ、3と4のエッジのウェイトを4.2に設定するという形で、それぞれのエッジにウェイトというキーを持つ、まあこれは普通は実数値ですね、それを設定することができるというふうに、ノードエッジ、グラフ、ノードエッジ、それとそのアトリビュートっていうのをいろんな形でチェックしたり、それを操作したりすることができる。そういうことを通じて、グラフをいろいろ変形したり、追加したりするというのが、大体ネットワーク X のグラフ作りの基本的な操作ですね。で、次回はもうちょっとスマートなやり方、それはあれですね、直接グラフを書くライブラリではありませんが、グラフを記述する言語としてはドット言語というのが DOT ですね、ドット言語というのが発明されて、でそれを実装するって形で、グラフィックのライブラリが整備されてきます。次回はもう少し詳しく話しますけれども、先ほどちょっと話した例えばこのネットワーク X は基本的にはパイプロットで実装されていることが多いんですが、ちょっと複雑なことをやろうとすると、次回見るグラフビズでグラフの出力を代行することもできます。それは要するに、一番下請けのグラフに渡す時のグラフの記述の形式が同じもので標準化されてるからですね。それをグラフを記述する言語をドット言語というふうに言います。で、まあそれ行くちょっと一歩手前のところで、今回はそこまでしかやってませんけれども、だからそのドット言語を使うと、いろんなグラフの記述をいろんな描画エンジン、異なる描画エンジンに渡すことができちゃうんですよね。で、その話は次回しようと思います。で、次回は、だから今回見たプリミティブなグラフ描画、もう少し洗練されたドット言語によるグラフの抽象的な定義と、抽象的じゃねえ、グラフの定義と、で、それを実あのグラフ描画で実際にグラフを書き上げるグラフビズっていうライブラリーの紹介したいというふうに思います。